どうしてもスッキリせずモヤモヤしていることがあるので動画をアップしたいと思います。27日に投開票が行われた衆議院選挙で、岡山4区の橋本岳候補が立憲民主党の柚木道義候補に選挙区で敗れ、比例復活もなく議席を失いました。これは不記載問題を起こした自民党に対する民意として受け入れなければならないことですが、岳さんには不記載はありません。しかし対立候補の柚木さんは、裏金政治を変えようをキャッチフレーズにして、演説ではあたかも岳さんが大金を投じ複数の車両を使い大名行列を行ったかのようなエピソードを紹介し、応援に来た枝野幸男最高顧問は、岳さんがパーティー券を裏金化しているかのような発言をしています。まずはその時の演説動画をご覧ください。相手の方は本当に選挙戦もこちらは一台で、本当にうちの今日妻も一緒に乗ってくれて、子供たちはねお留守番してくれたり、そしてママ友の方がウグイスさんに乗ってくれたり、記者の方が頑張って運転手さん、まあ、一台でコンパクトに、相手の方はまあ大名行列ならぬですね、本当に柚木さんセレブ選挙と庶民選挙だなと、それぐらい言われるような選挙戦なんです。こんな堺にしてしまったのは、まさに裏金に象徴される金券政治、これが皆さんの暮らしを今のような状況に追いやってるんじゃないか。だいたい裏金の元になってる金って何ですか？税金だ。我々で、柚木さんも私も裏金作りたくたって作りようないんです。そうだ、表で使う金が足りなくて困ってるんですから。ポスター吸ったりね、ビライン刷ったり、そういう正々堂々と使える、だからあるなら使いたい、たくさん皆さんに皆届けたい、その金なくて我々困ってるわけです。そうだ、裏金作ってるということは、そういう表でジャブジャブ金使っても余るから。そうだ、だから裏金になってるんじゃないですか。そうだ、じゃあその金誰が出してるんですか？自民党の相手候補、倉敷の中小企業がパーティー券買って、それが裏金になってるんですか？こういう誰かが言ってたとか、裏金になってるんですかと疑問形にすれば何を言っても許されるのでしょうか。岳さんは不記載はなかったし、私は何度も倉敷に取材に入りましたが、大名行列など見たことも聞いたこともありません。この枝野さんの応援演説の前日にも岳さんの演説を取材しましたが、山田太郎参議院議員が応援に駆けつけたこともあって、表現の自由について語った中で柚木さんのキャッチフレーズについて触れています。まあ、私の相手の候補の方がポスター見ていただければ、裏金世襲政治を変えると書いてあります。私裏金ないんです。だからまあちょっと事実を誤認させるかのような表現ではないかという気は正直私はいたします。まあ世襲なのは世襲ですけどね。悪くないです。ありがとうございます。だから世襲もあたかも悪いことであると決めつけるって書かれているのはいかがなものかというふうにも思いますが、だからといって私がその方がそういうポスターを掲げることに対して苦情を言ったりクレームをつけたりする気はありません。思ったことは言えばいいというのは言論の自由、表現の自由、もちろん違うことは私がそれは違いますと言えばいいのであって、相手がおっしゃるのはそれが自由、そしてどっちが正しいことを言ってるのか、どっちが信頼に足ることを言ってるのか、それは皆様がご判断いただければいい。まさにそれが選挙戦というやつなのであって、民主主義の戦いというものは誰がどんな発言をしてもいいんです。そこにもしかしたらややオーバーだったり、やや誤解を招いたりする発言もあるかもしれないけれども、それも含めて有権者の方がしっかりお伝えをし、それを判断していただくのが民主主義なのであって、だから私は私が思ったことを申し上げるということであります。なんというか人間性の違いがはっきりしているような気がします。寛容な岳さんに対して何でもありで攻撃を仕掛ける立憲陣営、岳さんは落選を真摯に受け入れていますが、こういうやり方って民主主義を愚弄しているようで不快でなりません。繰り返しますが、岳さんに不記載はなかったし、選挙カーは1台しか使っていません。
スタッフが移動するための車両はどこの陣営でも使っているし、柚木さんの現場を事前にセッティングするスタッフや自治体議員だって車両は使っているわけです。それを大名行列だの公選法で禁止されている行為を行ったかのような印象操作は公正な選挙を害しているのではないでしょうか。皆さんは今回の枝野柚木両氏の発言についてどう思ったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルとメンバーシップ登録、高評価をお願いします。